今までいろんな人に言い寄られてきてるけど、はい、誰とも付き合わず、はい、待ってます。じゃあ1年間ご無沙汰ってことですか？やってます。やってるやってる人の関係ってどういう関係なの？やってはいるけど、おいおい、やってはいるけど、はい、ちゃんと待ってます。待ってる。でもその、あ、そう、待ってる。待ってるよね。待ってる彼がいるのにやっちゃうっていうのはどういう心理なんですか？別に良くない？あ、そうですよ。すいません、すいません。ほっといてくれよ。自己欲求。自己欲求。逆に送らせてほしいです。え、送ってほしい。いいですか？じゃあテキーラやれましょう。いいですか？その後も、あ、なんでもない。とりあえず、いやいや大丈夫。とりあえずじゃあ宇都宮まで。宇都宮まで。送ってきますんで。はい。わかりました。じゃあ買いましょう。ドンキで買う。もう、え、びちょびちょですか？パンツ履いてないですか？なんでパンツ履いてないの？自分で脱いでてよ。パンツどこにあるの？え、パンツ、あの水着じゃない？そう、水着入れてましたよ、バッグの中。自分でほら、カメラマン知ってるのおかしいじゃないですか。行きます。じゃあ焼き鳥行きましょう。乾杯。乾杯。乾杯。イエーイ。ペコペコ。え、かわいい。これいただきます。え、すごい。本当にお腹ペコペコです。酔っ払うとさ、石原さとみ似てない？いや、なんか、いや、酔っ払わなくても似てる。似てるよね、うん、それ絶対口紅だけですよ、ね、いや、僕本人も思いましたよ。めっちゃ似てる。いやいやいや、すごいやってる人間ってうまいんだよ。いや、本当に。でもすごい似てるんだよ。でも石原さとみなんだよ。似てる。目も目、目、うん、そっくり。全体的にさとみ、さとみだよね。一番さとみって清楚じゃん。私清楚とはかけ離れてる。だからやりまんの石原さとみ。やりまんの。え、やりまんの。やってないよ、そんなに。やってないよね。でも正直、うん、経験人数何人ぐらいですか？なんかさっき嘘ついたと思うんですけど、実際ざっくり40とか50とか40、50ぐらい。そんなに？経験人数って何人何人ですか？大体数えてない。数えたことある？じゃあざっくりざっくり、まあ、僕は10人ぐらいなんですけど。じゃあ10人ぐらい。10人ぐらい。5人。嘘ですよね。え、5人。5人ですか？まあそうだよね、5人。え、凪さんは？数えてないけど。もちろんもちろん数えてはないと思うんですけど。数えてたとこまでで30だから多分言ってると思う。私の？私が。なんでさ、なぎちゃんの経験率私が数えるの？そうなのかな。50いますよね、普通に。4,50だから、うん、お友達なわけじゃないですか、はい、だから同じぐらいいても不思議じゃないですよ。え、なんか例えば入れてない？うんうん、それはセーフ。あーは入れない、うん、入れない入れない。あー、入れたやつ先っちょでも入ったらアウト。先っちょもアウト。アウトで先っちょ持って先っちょだけがあるのが先っちょがない。なんでやんなかった？先っちょだけで終わったってこと？ありますよね、そういうのもね。あるよね、全然。いや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 、わかるわかる。先っちょだけでいいですかつって先っちょだけで終わるみたいな。いや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 、だから、うん、そう、あるでしょ。でも、真面目ですよね。僕あんまり女性ね、そういう絡みなくて。え、でも先っちゃうとです。真面目じゃないですか？真面目です、うん、真面目ですよね。女性、正反対です、うん、10人ぐらいしか僕本当にいなくて。本当に真面目だと思った。はい、そうなんです。彼氏がいないときは、じゃ結構不特定多数の人とそういう経験とかもするってことですか？いなきゃ何でもある。あ、いなきゃ何でもね、もうバンバン、朝から晩まで。え、でも特定しかいないよ。セフレがってこと？で、なんで特定セフレっていうか、その人とは付き合わないんですか？何回もやるの？え、別に興味ない。何回もやるってことは相性がいいってこと？相性がいいってこと？相性じゃない、都合がいい。あ、都合がいい。やりたい時にやれるみたいな。それなんて言うんですか？電話で今日やってみたいな。え、迎え来てみたいな。普通にこういうとこでじゃあ飲んでます、うん、え、迎え来てみたいな。すごい茨城出してくるよね、やっぺ。え、栃木も使わないですか？やっぺはしない。そうね、そう、迎え来てすごい茨城で。
使ってやっぺっていうの使う使うやっぺなんて言いませんよ、やろうとか。でもこれは完全に茨城対栃木がやろうもやべえだろ。やろうもやばいけど、ね、茨城対栃木が来てますよね。やろうもやばいけどね結構。やっぺの本気、いや、やろうっていう人もなかなかね。ほらほら、やっぺはやっぺはマジでやっぺはみたいな。ごめんなさい、やっぺはやばい。やっぺしますわ。サングリア、やっぺ。でもそれあれですよね、迎え来てっていうのは言葉の裏には迎え来てその後やりましょうって意味ですよね、はい、そうですよね。で僕も迎え来てって言われる可能性あります今後。うばうば今何時間かかんすか。ね、気分屋なんだよ、待ってないしね。1時間は待たされるね。無理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 。じゃあこっちに部屋借りちゃおうかな。借りてください。住むわ。借りちゃおう。1日に最高何回やったことあります？4回。4回？なぎさんは？え？1日に最高何回やったことあります？1人と。あ、じゃあそれ、じゃあ2つ聞きます。じゃあ1人と最高何回ですか？11回1日で。1日で？やば、性欲お化けじゃん。お化けだった。自分もじゃあ11回満足できたってことですか？え、もう最後のヒリヒリ、途中から飽きない。じゃあ濡れない、やりたくないよ。もう濡れなくなってきた最後は。え、でもしっかりちゃんと濡れてたけど。あ、濡れてました。やばいね。ヒリヒリすごかった、ヒリヒリが。そのアンアン言いました、ヒリヒリしながら。一番楽しそう。アンアン言った、さっきから一番楽しそう。じゃあ1人最高11回4回1日最高何人やったってあります？何人もはしないでしょ。え、じゃあ1日1人だけ過去に。僕2人、1日1人。それは苦い過去だから言いたくない。乱交パーティー。乱交パーティーじゃない。乱交パーティー。好きな単位は？レボボって。え、好きな単位なんですか？好きな単位は。バックバックバックの方が多いね。バックなの？前聞いた子もバックだったね。前聞いた子バック。バックなんか入る奥まで。バックと対面剤。あ、うん、そういたね、前ね、実際ね。正常位が無難に多い。え、うん、正常位が。でも好きな人は正常位がいい。好きじゃない人はバックでいい。あ、なにそれ、顔見なくて済むから。あ、確かに。その時のこと思い出しながら、あんあん言えます？無理。あ、無理。なんかそういう YouTube なの？あ、いやいや、アンアンのやつまだ誰もやってくれないし。例えば今この場でアンアンを再現するのと後ほど個室でアンアン言うのだったらどっちがいいですか？個室。わかりました、ありがとうございます。いただきました、いただきました。言わねえだろ。こんにちは、マサオイムニだ。今日の企画はエイトさんの香水を歌いながら今撮影してましたよねナンパ、やっていきたいと思います。僕がエイトさんの香水を歌っている時に勝手に僕のことを撮影している方がいたら、今撮ってましたよね、それを LINE で送ってくださいと、聞いてみます。多分勝手に撮影している方なので嫌ですとは言えずに LINE 交換してくれると思うので、それを検証しつつ LINE が交換できた場合には、その後お食事も誘っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。トルガパトルガパトルガパってありえないけど、君のトルガパ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 、そのトルガパのせいだよ。あ、すいません、今撮ってましたか、僕歌ってるところ。